小僧、後悔するぞ。銀貨7枚でその頭を叩き落とされるんだからな。貴様のようなケツの青い若造が戦場に立つとは、そちらは相当の兵員不足と見える。おい、魔獣祖が押されてるぞ。急ぐ、兵器になりよって。すごい奴がいるもんだな。ねえグリフィス、あんたとどっちが強いかな。ぶっ殺す。人たちかわしたな、構造。なんだこのまどいつくような威圧感は。最強だ。今まで俺が剣を交えたどんな奴よりもこいつは強い。グリフィスの舌を巻くほどの達人だったが、こいつの強さは人間を超えている。化け物だ。見事だ。俺の剣をここまで受けた人間はこの50年一人もいなかったぞ。さあ戦え。この俺を失望させるな。ありえない。こんな化け物が現実に存在するはずがない。Alright!
動けるか。やらなきゃやられる。お前は左、行くぞ。せっかくこの私が何度も逃がしてやったというのに、そんなに戦争の餌食になりたいか。よかろう、このアドンが相手をしてやる。まだ返り討ちにしてやるよ。たわけたこと。あの時はまだ全力ではなかったのだ。入れる。全てグリフィスの情報通りだ。出来上がれ。名は高田切り込み隊長ガンです。アドンの部隊は一人の敵に全滅させられたという話、まんざら嘘でもないようだな。もう容赦はせんぞ。今度という今度こそ。切り合いで始まり、切り合いで終わる。それもいい。俺にしてみりゃ上出来だ。お前にとって俺は血を流すくらいの価値はまだあるってことだもんな。生きたいのか、そんなに俺の手の中から出ていきたいのか。ダメだダメだ、許さない、引かせない。ガッツは強いだけど、グリフィスならきっとあいつを止められる。そう、そして何もかもまた今まで通りに。私は望んでいる、いてほしいと、別にいてほしいと望んでいる。出来上がれ。貴様が鷹の段の切り込み隊長だったとはな。
道理で手強いはず。貴様に我が当日の武具を打ち破ることができるかな。つくづく大道芸人が似合ってるぜ、あんた。剣士にしてくれほしい。出来上がれ。みんなお待たせ。こりゃいよいよまずいか。うちの連中は飽きっぽくていけねえ。ここは一丁、オイラが盛り上げてやるとするか。悪すぎる。ここは引くべきだ。さあ、ブラッド、行ってみようか。違う、あの時とは別の。俺が勝負をつける。こいつとは、こいつらとはどうしてもケリをつけなくちゃならないんだ。自分の剣で通用するのか。本当に俺の剣はこの怪物に通用するのか。出ろ、俺の体、前に前に出やがれ。貴様、もう飽きた。殺す。グリフィスなのか。キャスカを離せ。何やってんだてめえ。
精神力、闘争心だわ。この坊やが一族になったなら素敵でしょうね。だが、やつはインガリツによって選ばれてはいない。一族にはなれん。狙う黒い剣士というのは何のつもりか知らんが、人間風情が我らに立てつこうとは肩払いたいわ。あれは人間じゃない。食わせろ。仕掛けたぞ、黒い剣士。さあ、試してみるがいい。人一人の力がどれほどのものか。まさか烙印を刻まれながら生き延びた者がいようとはな。復讐というわけだ。だが所詮人に過ぎぬ貴様にはかなわぬこと。人の力では神の摂理は曲げられぬ。人であること、それが貴様の限界だ。人であることを超越したこの私に勝てる道理はない。これが限界さ、人間の。また泣かしてくれちゃいましたね、うちの団長。知らねえな。
なるほど、うちの団員たちが手も足も出ないわけだ。貴様も猫かぶってやがったら。剣士殿、あなたに多勢で仕掛けるのは愚の骨頂です。あなたがその剣で10人切り倒せば、途端に戦の流れは変わってしまう。恐怖が伝染した味方は敵に勝ります。こいつ喧嘩がうめえ。心配ですか、あのお嬢さんたちが。この先で仲間が網を張っているはずです。そろそろ捕獲している頃でしょう。なんて嘘ですけどね、あなたにはもっと焦っていただかないと。まともにやっても勝てる気がしませんので。傷つけることは叶いません。なんて野郎だ。力は人並み、タフさは下手すりゃそれ以上だ。あなたは邪悪なる魔女一人と引き換えに、何千何万の信者の命が奪われても構わぬと、そういうのですか。ふざけるな。何千何万人が揃いも揃って、女一人にすがりついてんじゃねえ。祈りこそは信仰そのもの。祈り、そして全てを神に委ねる。それこそが信仰の本質。祈りを知らぬ傲慢なる者よ、悔い改めよ。神を恐れぬか。あくまで我が任務を阻むつもりか。神様にごまがすりたけりゃ、てめえの頭かち割って貢ぎ物にでもしやがれ。もうキャスカには指一本触れさせん。
あれ今より、天国には一人で飛んできやがれ。予言を打ち破り生き残った。嬉しいぞ小僧。ガッツのあの体型の一撃を受け止めた。あの男は一体。見事だ、人の身でよくぞここまで練り上げた。こうしてこの姿で修羅を生き抜いた貴様ともう一度剣を交えてみたかったぞ。どういうことだ、なぜてめえがグリフィスと。そこをどけ。俺はグリフィスに用があるんだ。言葉は無粋、押し通り。凄まじい、こんな戦い戦場でだって見たことない。でもあの怒り、あの執念はグリフィスに向けられているの。なぜ。受け流せるような剣圧じゃねえ。同じだ、あの時と。だが戦える。あいつにたどり着くまでの数え切れない夜が俺を叩き上げた。邪魔だ。黒い剣士、さすがは絶望より這い出し男よ。見事な剣、見事な技よ。まだまだ味わい足りぬ、食らい足りぬ。ここからだ。ちょっと間違いない、あれはあの男がオスペラテゾット。黒い、もう食らいやがる。
で。あんなんが来たら結界だって持たないわよ。隙を作らなければ、術を行う隙を。了解だ、司令官。ガッツさん、術を急がなきゃ。あの馬ガエルは私向きの相手のようです。任せていただきます。好きにしな。俺もこのデカブツの方が分かりやすくて性に合ってる。さすがに無茶だ、あんなのに勝てるわけが。そうでもないぞ、あいつこういうの結構慣れてっからな。何もできねえのかよ。我は水の眷属、この地を流れる谷川の精霊なり。古の名約に従い、この地を汚せし悪霊を洗い清める。川の氾濫、トロールどもが流されちまった。これが魔術。久しぶりに型を成してみれば、トロールどもの腹綿だなんて最低の体だわ。道が開かれた以上、
あなたが私の領域を訪れることは分かっていた。暑い、暑いわ。体が引きちぎれる、この感触。でも足りない。これじゃ全然。もっと、もっとよ。さあ、もっと感じさせて。あなたの光、苦痛、すべて解き放って。あなたの魂は、このクリフォトにこそ。食らってへし折れんとは。だが貴様の戦いぶりは何だ。何の抵抗もせずに吹き飛ばされるのみではないか。なんて一撃だ。波状突きでも打ち込まれたみてえだ。人の姿のままだってのに力は波の使徒以上。をたどらせるか。貴様と同じ冥府魔道を。戦士の誇りにかけて。あの体験と甲冑を身に帯びた者に、いや人間に可能な武器ではない。貴様の勝ちだ。噂にたがわぬ、いやそれ以上の挑戦しよ。のために光の鷹の使徒としてお相手つかまつる。使徒として授かりし、この力を用いて黒い剣士を葬る。ドラゴン。バカな、こらえただと。この攻撃を人間が。おい、今骨がいっちまったんじゃねえのか。甲冑です。甲冑が折れた手足を補強しているんです。
肉を貫き胸に食い込んで どうしてそんなヤバいもん瀕死のガッツに着せたりしたんだよ。鋼鉄以上の堅牢を誇る我が攻撃の皮膚に亀裂だとありえぬ。戦い方がだんだん人間離れしてくぜ。人間、そう、あれじゃまるで、まるで姿の我が攻撃に耐え雨津さえ傷を負わせる貴様一体どんな生き物がいるのかよ。オーグルよかでっけえぞ。幽体だけならばともかく私の防壁ではあんな巨大な物体は止められません。くそ、このままじゃ押し切られる。ダメ、いけない、それ以上戦っては。やべえ、このままじゃ。ガッツだ。やべえ、出しまった。あれではまだ傷が。私が引き戻します。伝説によれば強戦士と呼ばれる者は味方にとっても恐怖の対象だったそうです。僭越ではありますが、あなたの望み今この場にてお受けいたします。シルピコさん、ガッツさんまでどうしちゃったんですか。思い詰めてのことだろう。決着つくまでお前らそこを動くな。まさか本気で切り合うわけねえじゃんか。寸止めだ寸止め。この列柱の間は柱の森と呼ばれていて、間隔が通常よりも狭く、その数も膨大です。少々鬱陶しいでしょう。その体験には。貴様、黒い剣士。おい、この首叩き落とされたくなけりゃ俺の言う通りに飛べ。てめえとの決着は後だ。奴をぶっできる。寝ぼけたか。霞を貫く矛などある。霞を切る武器ならここに。切り裂いてみせろ、あのライオンを。だよ、行けよ、狙って。おは奪いし者、断じて奪われる者にあらず。世は不滅の魔王、焦げ食いるがよい。大帝、王の中の王、この地上を最も多く踏みしだき蹂躙せし者。
手のひらに這い回りし虫も同然。貴様らの目的が果たされることはない。おとなしく我が軍門に下るがよい。世界は我がものぞ。